にちは、あやです。今回はアルファロメオステルビオご紹介します。お邪魔しています。アルファロメオ千博さん、お邪魔してます。今回はですね、マイナーチェンジをしたということで、はい、ステルビオ私ちょっと初めてなんですけど、うん、内会社を含めてレビューしていきたいと思います。お願いします。で、今回ご紹介するのはステルビオの Q4 ベローチェになります。はい、お高いグレードですね。はい、そうです。はい、まず変わったっていうと多分このヘッドライト、この三眼ヘッドライト、そう、であとはこのグリルの感じ、うん、ここね、樹脂じゃなくてちゃんとこう塗装されてる感じになって、はい、高級感が増してますね。ツヤ感ある感じですね、うん、はい、ちょっとこういうところと変わってたりするのかな。そうだね、うん、で、このグレードはここが今黒になってるんだけど、はい、向こうもね、同じステルビオなんだけど、あそこは黒になってます。なんとラーメン木っぽい感じですね、うん、あと、これね、名前がアルファロメオと入った細かい色がね細かい感じのおしゃれ度がまた増してる感じになっております。はい、白、これはパールでもなくてソリッドの白かな。ソリッドですね。これ綺麗な白だね、うん、真っ白だね、うん、で、これフェンダーのところはブラックのフェンダーアラジンの塗装になっております。高級感あるね。高級感ある。しかもこの前と、うん、このサイドのところにつながりができて、本当だ、またいいよね、ブラックなんだね、うん、で、タイヤ、ホイール、なんかこう丸い感じはアルファロメオっぽいんだけど、今までのこっちのね、切削っぽい感じのデザインとは違って、うんうん、一体感のある一色で、そうだ ね、真っ黒じゃなくて、ちょっとガンメタみたいな色、そうだね、ちょっと白っぽいシルバーが入ってるようなカラーになってて、うん、で、ブレーキペーパーがまたでかいです。真っ赤でスポーティーですね。スポーティーですね、はい。で、ミラーの方はボディの同色ではなくブラック、本当だ、ツートになってますね。ガンメタのようなツートになってますね。はい、でこの縁とかも全部さ、ブラックになってるんだよね。ちゃんと塗装されてる後ろ、はい、テールはクリアテールになってます。でもちょっとスモークかかってるね。中がね、ブラックなのかな、うん、ちょっといかつめでかっこいい。で、すごいさ、ガラスが上、うん、ね、だからやっぱさ、最近の流行りの形でちょっとクーペっぽい形だよね、うん、そうだね、ここね、うん、下がフューザーになってる。はい、マフラーのこのカッターみたいなのすっごい太くない？太い。これは中はね、別にマフラーがあるんですけど、そうだね、すごいよね、これなんかマフラーかと思いきやの、うん、エアロなのかな、これ金属みたいな素材とかでもなく、うん、このディフューザー部分、バンパー部分と同じ素材ですね。面白いこれいいね。はい、じゃあ次、中、ドアが意外と軽かった。赤いシートでスポーティーだね、うん、なんかやっぱり内装も統一されたのかな。ジュリアとちょっと似た感じ。そうだね、なんかアルファロメオっていうと、うん、基本的にやっぱ赤がイメージカラーな気がするので、シートとかも基本はやっぱ赤が多いのかな。すごいスポーティーな見た目ですよ、うん、で、今まで何個かアルファロメオさんの車を見させてもらって思ったのが、全体的にシートは固め、うん、なのかな、しっかりめの作りになってます。で、ホールド性がある感じですね。そうだね、うん、で、ここは柔らかいんですよ。ここは柔らかいんですねこれね、はい、意外と使ってみると頭フィットしていいんですよね、うん、ドアパネルの方は、うん、革張りになってて、はい、ここは柄の入ってる感じの、うん、ジャギジャギしてる、うん、ね、ちょっと質感違うよね。違います。で、ここのところがアルミ調の取っ手になってて、うん、ここはもうマットの樹脂だね。樹脂ってさ、ゴムっぽいよね、うん、で、これまたいいね、スピーカーついてますね。ちょっとここ入り込んでる感じなんだね、作りが。確かに足元は、はい、こんな感じ、オルガン風ペダルなのかな、オルガンペダルなのかなっていうのと、アルミペダルですね。はい、もうで、電動パワーシート、これはこれがエアーですね。このサイドが今多分膨らんでて、うん、反対のボタンを押すと抜けていくと。そう、全体的にすごくこうどの車も統一感あって、うん、
分かりやすいか。分かりやすいよね、うん、じゃあちょっと乗り込んでいきます。はい。でハンドルはちょっとこの車格にしてはちっちゃめ。あ、確かにちっちゃいね、うん、でちゃんとパドルシフトがついてて、はい、これ大きいからいいよね。操作しやすいですよね、うん、すごいしやすい、うん、でここにスタートボタンあります。ここがまたスポーティーな位置に、これめちゃめちゃいい、この位置にあるの、うん、はい、はい、なんか乗り込んでもらったんですけど、ここのところがポコポコとこのメーターの形に合わせてフードが形がなってるね。はい。で特に凹凸のない感じで、うん、こう視界すっきりなね、すごいフラットで、うん、見やすいです。でも思ったのが結構なんだろう、ボンネットがやっぱ高い位置にあるんだね。うん、確かに。やっぱ大きいね、この SUV。 大きいね、うん、大きめです。幅も広いし、でこのセンターコンソールとかこのコンソール部分もすごい太いし、うん、高級車な感じがある。足元もめちゃくちゃ広いしね。そうだね。でここいいポイント、ここがね斜めになってるので、あ、膨らんでないんですね。そう、その分足のスペースが広くって、なるほど、ゆとりがあるのかなと思います。はい。でセンターコンソールはここ蓋がね、ドリンクホルダーのところに蓋がついてるね、ちゃんと。いいね、これね、うん、これはね、結構便利、生活感がなくなるから、ね、そうだね、うん、しかも結構深め。あスマホホルダーじゃない。本当に。え、そうじゃないの、この隙間。あ、でも充電とかもしやすいかもしれない。コード長くなくてもいけるわ。ちょうどいい感じですよ。なるほど。でもそうだ、これはですね、はい、ここのところに充電が置くだけ充電が置いてあるんですよね。そう、だから本当にスポッと入れれば本来は充電できる。今はちょっと電源入ってないんでね。そうです、できないけど、はい、ここの場所めちゃめちゃいいよね、うん、で余った人はここに刺すと、助手席の人とか。そうそうそう、まあ、こっち使ってない人はこっちってね、はい、いいと思います。でここがね一番気になるところだけどね、うん、鍵置くような形、うん、でこれいいなと思ったのが、はい、ライトがちゃんとあるよね。あ、本当だ。結構、まあ、高級車だとついてるの当たり前って思われる方いると思うんですけど、結構この中って暗くって夜とか見づらいけど、ライトがあるってめっちゃ便利です。ここのパネルのところはつながりがある感じの、ぬるっと滑らかな感じ、うん、あとなんか、うん、マイナーチェンジでここがねデジタルになったみたいだよ。お、かっこいい口みたい。確かに , 笑ってるね。ここがね全部ディスプレイになってるわけですよ。おー、しかも分かれてないからすごいこの絵とかも綺麗に出るよね。うん、確かにめっちゃいいよ、はい、そんな感じです。はい、じゃあ次リア席。なんかさ、アルファロメオって思うんだけど、ここのところがどこと窓が一体じゃない形で開くの。説明します。はい、ここがさ、あー、そういうことか。こうやって大体って繋がってる気がするのに、うん、確かに他の車もそうなんだけど、こういうカッティングされてるんで。カッティングね。そう、分かれてるんだ、ここで。そうなんですよ。私結構このデザイン好きなんだけど。面白いですね。面白い。中入っていきます。お願いします。あ、結構さ SUV な感じで高い気もするけど、そんなに足元はよっこい人じゃない。あ、そうなの、こんなでかいのに。うん、うん、で、お尻がね、これ斜めになってるの。はい、これね、すごいね、いいんだよね。そうすることで体がこう、後ろに向くから狭さを感じない、しっかり座れるっていう感じがして、うん、足もすごいゆとりが出てくる。あ、いいと思います。めちゃめちゃいい。結構後ろ広そうですね。広い。これ3人で乗っても、これ今3分割されてる感じでしっかり座れる。本当だ、お尻の面積もだいぶ真ん中の人広いですね。うん、座ってみましょう。はい。あ、いいね。もともとも結構しっかりめなシートだから、そんなに違和感なく、やっぱ真ん中の方はちょっと固めだけど、モコッと膨らんでるわけでもなくって、うん、乗りやすいです。上もね、うん、こうクーペっぽくなってるから、はい、後ろ狭いかなって思ったけど、全然そんなことない。ここのところに、はい、タイプ A とタイプ C の充電ができるようになってますね。じゃあ次、2室。あ、電動だ。電動だった。うわ、すごい、ここでっか。すごい、大きいね。めっちゃ開くね。ギリギリだわ。え、すごくない？これこんなに上がるのあんまし見たことないかも、うん、めちゃくちゃ広いですね、これ。いや、めちゃめちゃ広いです。やっぱ、めっちゃ広いです。しかも、めっちゃ大きいのついてる。うわ、うわ、うん、音いいんじゃない。うわ、ほんとや。すごいわ。
こもこもないみたいなのがあって。そうだね。で、コンセント？はい。すごい。わあ、これはやっぱ便利なんだよね、あるとね。うん。これがこのカバーになってます。あ、いいですね。しかも2段階とのカバーなんだよね。上にもついてるので、ここの見え嫌なところもね、しっかり見えないようになります。うん、なるほど。で、これですね。ありますね、ハンドルが。これを。お、いけた。こっちも。おー、ちょっと坂にはなるけど、フラットですね。そうだね、ここの段差が特になくだから、うん、本当にいろんなのが乗るよ。すごい、バンパーも詰めちゃう。あ、全然詰める、ね、めっちゃ広いですね。広い、めちゃめちゃ広いです。多分このトナカバーも簡単に取り外しできるんで。そうだね、ここを引っ張れば取れるタイプだから、うん、あ、めちゃくちゃいいね、これは。で、閉めるときはここでドアを閉めることもできるし、鍵をここで押せばそのまま閉めたと同時に鍵が閉まると。便利機能も。お、音静か。ね、めっちゃ静かやん。しかも早くない？早い。おお、すごい。いや、いいですね。めちゃめちゃいいです。で、こちらも。こちらはボディショットが、ブラックっていうよりは、ガンメット、いや、パール。すっごいパールが入ったブラック、うん、なのかな。ほら、ハリアみたいな。あ、そんな感じだね。うん、で、内装の色がまた違うんですよね。いやーん、わー、こっちはまた落ち着いた感じでね。なんか美味しそうなブラウンですね。はい、ミルクチョコレートになります。めっちゃおしゃれ。いいね。うん、私好み的には結構こっちかもしれない。大人な感じがする。でもパンチングじゃないし。そうだね、あっちはパンチングだったよね。ちょっとこっちの方がラグジュアリーな感じ、うん、向こうの方はスポーティーな感じかもしれないですね。そうですね。こういうパネルもこれウッド。そうだね、ウッド調になってて、おしゃれですね、これはこれで。でもここのところはまたちょっと違う、革じゃなくて樹脂になってますね。こっちもいいですね。はい、いかがだったでしょうか。なんか私的にはこの SUV 好きとして結構ラグジュアリーに乗るならこれすごくいいなと思いました。はい、空間も広かったしね。で、気になる方はこちらのねショールームの方に来ていただければ展示してありますので、ぜひご検討ください。はい、じゃあ次回もお楽しみに。お楽しみに。